ているのは児童館の職員さんです。みんなで手を振っていきましょう。できます。バイバイ。次に休みると仲良しの森に入っていきます。赤い巣箱やオレンジ色の巣箱、どこにあるか探してみてね。見つけられたかな。さあ、仲良しの森の動物さんの登場です。一番最初に出てきてくれたのは白くて耳の長いそう、ウサギさんです。ウサギさん見れた？リスさん、ね、リスさん見つけられたかな。実の子、実の子、リスさんの次は誰かな。ウサギさん見えた？うん。クマの親子も見えるよ。クマさん見えたかな。もう少しで仲良しの森一番奥に到着します。一番奥でみんなを待っててくれたのは誰かな。大きな大きな大袋の松、仲良しの森一番奥に到着です。猫バスもいるね。見つけてみてね。仲良しの森にはいろんな動物さんいたね。でもかくれんぼが上手な動物さんや恥ずかしがり屋の動物さんもまだいるかもしれないので、帰る時もちょっと探してみてね。かけるまのチャレンジがあります。小さいお子さんから大人までかけるまに乗ってみてください。もう少しでさっき通った踏み切りになります。もう一度職員さんに手を振っていきましょう。職員さんバイバイ。止まるときに背筋がガンと揺れますので、しっかりと座って待っててください。Thank you.